これがステーキだ。食の王様ステーキハウスエルシャダイグランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。月曜日、ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。今日月曜日のお相手は私、吉永雅代です。これからの1時間どうぞお付き合いください。またこの番組はサポーターの恋するかっちゃんさんの応援をいただいております。改めまして皆様おはようございます。カズマさん、自転車の店さん、ライチさん、アイミルキーさん、ライチさん、グッモーニー、アライチさん2回いた、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。皆さん今日も早いですね。ツイキャスからたくさんのコメント嬉しいです、ありがとうございます。さあ、いよいよゴールデンウィークに突入しましたけれども、いかがお過ごしでしょうか。まだお仕事で通勤途中だったり、これから出勤される皆さんもいらっしゃるかと思います。応援しています、ちばりよ。改めまして皆様、おはようございます、吉永雅代です。毎週月曜日朝のモーニング那覇キャスターを今月務めてまいりましたが、実は今日が最後の出演となります。いやー、なんか寂しいですね。残りの時間も最後まで元気よく張り切っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではここでですね、早速ではございますが、ちょっとご案内があります。沖縄国際通り沿いにですね、マースヤ国際通り店が新たにオープンしました。世界最大級の売り場面積を誇り、ソルトタワーやトッピングタワーがお客様をお出迎えいたします。そして店内の奥にはレストスペースを併設、塩パンの販売もあり、ゆっくりと おくつろぎいただけます。そしてですね、なんとこちらの、雪塩ソフト無料券、このオープンにあたって特別券をですね、FM 那覇にお立ち寄りいただける方先着50名様でプレゼントしています。ぜひね、皆さんゴールデンウィークでもございますので、 FM 那覇に、チケットもねゲットしにお立ち寄りください。お待ちしています。そしてですね、もしかするとまた今回最終日なんですが、初めての方いらっしゃるかもしれませんので、少しだけ自己紹介させてください。私は現在浦添市の PR 活動を担う浦添観光大使テダコレディサンフラワーとして活動をしています。また FM 那覇では第2、第4水曜日の14時から生放送中のマサヨのゆるるんうちなーナビという番組で MC を担当しています。その他 YouTube チャンネルや Facebook、インスタなどではマイペースにいろんな活動の報告をしていますので、ぜひよろしくお願いします。そして今日もリスナーの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思っています。よろしくお願いします。では早速ではございますが、今日のフリートークのテーマをご案内します。今日のテーマはですね、皆さんの理想のゴールデンウィークの過ごし方です。早速ご予定を立てたりとか、どこかにすでに旅行とかね行かれてる方もいらっしゃるかもしれません。ちなみに私はお仕事時々オフタイムっていうような感じでね、ゴールデンウィークは過ごす予定でございます。休みを利用してね、やることいろいろ溜まってますので、一つ一つクリアにしながら、すっきりとまた夏に向けて準備をしていきたいなと思います。そんな皆様の理想のゴールデンウィーク
との過ごし方、コメントをお待ちしていますので、ぜひ教えてください。この番組はリスナーの皆様からのメッセージ、リクエストを募集しております。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。また、またはですね、FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りいただけます。この放送はツイキャスト、ユーストリームでも動画配信をしているほか、 FM 那覇のウェブサイトにアクセスをしていただきますと、トップページからお楽しみいただけるようになっています。はい、それではですね、早速ではございますが、ここで1曲目を流していきたいと思います。今日もね、元気が出る曲をお届けしていきたいと思いますよ。それではお聴きください。1曲目は Walk the Moon で Shut up and Dance です。どうぞ。はい、ただいまお聴きいただきました曲は、Walk the Moon で Shut up and Dance でした。はい、ここでツイキャスまたコメントいただいてますね。アイミルキーさんからです。あ、直樹先生おはようございます。アイミルキーさん、理想のゴールデンウィークの過ごし方、理想はどこでも混んでるからわざわざ出かけて疲れることをしないで家にいることですが、どうしても出かけてしまいます。わかります、その気持ち。家最高ですよね。かっちゃんさん、意味わからないかっちゃんさんの恋愛天気予報、今日の兵庫県はまさよちゃんの最後のモーニング那覇ですが、水曜日のラジオがあるので晴れていい天気になるでしょう。以上、ありがとうございます。今日は曇りですが、曇りに負けないようにね、私も元気いっぱいに張り切っていきたいと思います。ティアドロップさん、ファイティング、ありがとうございます。直樹先生、理想のゴールデンウィークの過ごし方、食う、寝る、遊ぶ、車のセフィーロの井上陽水のセリフです。うん、クール。ライチさん、理想、有給入れて9連休のこの時点で理想すぎる。確かに。アイミルキーさん、お疲れ様でした。今日が最後なのは寂しいですが、マスヨさん知ることできたのが幸いです。水曜日お邪魔します。ありがとうございます。それでは、次のコーナー行きたいと思います。時刻は8時10分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしております。モーニング那覇、これからの時間は今日のお天気と道路交通情報をお届けいたします。まずは今日の沖縄本島中南部のお天気から。今日のお天気は1日を通して曇り、最高気温は27度、最低気温は21度となっています。また降水確率は6時から12時にかけて 10%、 12時から18時にかけて 20%、 18時から24時にかけて 30% となっています。風は南東の風がやや強く、波の高さは1メートル。波浪乾燥の警報は現在特に出ておりません。続いて8時現在の道路交通情報です。まずはですね、沖縄高速道路から、お、なんと今のところですね、全部スムーズに流れているようですよ。いやー、すごい、スイスイ行けるみたいなのでよかったです。そして那覇市内の交通道路、交通状況なんですけど、お、皆さん月曜日の朝というのに、祝日だからですから、祝日だからでしょうか、今のところですね、特に混み合っている様子はなく、比較的スムーズに進んでいるようです。でもね、運転されている皆様はどうか右よし左よしで気をつけてご移動されてください。以上、今日のお天気と8時現在の道路交通状況をお届けいたしました。はい、それではですね、一旦この辺、こちらで、2曲目を、早いんですけどね、流していきたいと思います。
実はですね、前回の回お聞きになってた方お気づきかもしれませんが、私が最後の後半のところで終わる時にね、曲を流してしまったので、もう本当に出だししか流せなかったという珍事件が発生してしまいましたので、ここでもう一回その曲流したいなと思ってます。それではお聞きください。2曲目は岡崎体育で割る人狼です。どうぞ。はい、ただいまお聴きいただきました曲は岡崎体育で割る人狼でした。ただいまの時刻は8時17分を回りました。これからの時間は琉球新報と沖縄タイムスの各紙面から今日のニュースをお伝えいたします。ではまずは琉球新報社会面から、失礼いたしました、琉球新報の市町村面から。景観見直し、住民反対。石垣市がまとめた風景計画と景観地区、田平地区、観音堂地区の変更原案への公聴会が20日市役所で行われました。市内在住の公述人12名が意見を述べ、変更案を支持する公述人が過半数を占める一方で、高さ制限の緩和方針が示されている田平観音堂地区の住民は景観地区の見直し反対を訴えました。公聴会では島内全域を対象にした風景計画見直しと両地域観光地区見直しの合計3テーマについてそれぞれ意見を述べる場が設定されました。公述人12名のうち風景計画には6名が、田平観音堂の両景観地区にはそれぞれ10名が意見を述べ、田平地区観音堂地区での公述にはそれぞれ地域住民2人が登壇しました。各テーマにおいて過半数の公述人は市が見直しの理由とする国際観光都市化の確立や防災の観点のほか、地域活性化への期待から変更原案を支持しました。一方で両景観地区住民は住民意見が反映されていない、防災に名を借りたリゾート開発のためと考えざるを得ないとして変更案の決定過程が不透明と訴えました。田平公民館の糸数静雄前館長は田平地域の地形を説明した上で防災上の必要性についても疑問符をつけ、市は公述人の意見をまとめ石垣市都市計画審議会に報告する予定です。続きまして社会面から、保護者ら連携拡大。米軍普天間飛行場所属ヘリの部品落下事故があった宜野湾市の緑ヶ丘保育園の父母会は29日までに新たにチーム緑ヶ丘1207を立ち上げました。これまで在園時の保護者を中心に園上空の米軍機飛行禁止を求めたり、園の危険な状況の周知活動に取り組んできたりしたが、今後は卒園生やその保護者などにも怒りがある人にも一丸となって活動に携わる形となります。同日、那覇市の県立博物館美術館で開かれた講演会、なんでお空から落ちてくるの、子どもの空を守りたいで発表しました。チーム緑ヶ丘のメンバーは同様に米軍機の窓落下事故があった普天間第二小学校の父母や教師らとも連携し活動するため、子どものお空を守る会も発足しました。隊長に就任した宮城智子さんは就任挨拶で、事故をきっかけに初めて基地の存在を疑問視するようになったことを打ち明けました。各会の問い合わせは 090-4470-8258 与那城さん宛てとなっています。続きまして沖縄タイムス社会面から、はしかの感染拡大に警戒する中のゴールデンウィーク、うるま市では29日、天岩川で5月2日に開催予定だった鯉のぼり掲揚式と
日の第12回天眼川清流祭りの中止が決まりました。県内の行楽地や関係機関は従業員の予防接種徹底や多言語での注意喚起など対策に躍起です。沖縄美ら海水族館や首里城公園を管理運営する沖縄美ら島財団は職員のはしか予防接種の費用を全額補助。ゴールデンウィーク直前の26日に職員の希望者289名が職場で集団接種をしました。担当者はこの日接種できなかった職員には提携病院での接種費用を全額補助するといい職員の予防接種対応の徹底を目指しています。同財団が管理運営する施設では観光客へはしか発生の情報を多言語で表示し注意喚起を促しています。次はタイムス地域面から内縄口の先生奮闘。約150人の会員で作る NPO 法人沖縄語普及協議会はボランティアで学校現場へ出向きシマクトゥバを教えています。2017年度は約20人が講師を引き受け那覇市を中心に西原町や八重瀬町民城市の計19の保育園幼稚園小学校で指導。東馬会長代行那覇氏は内縄口は沖縄文化の基礎裾野を広げるには会員も実力を磨きさまざまな文化を学ぶ向上心が大事だと話します。同協議会は2000年に発足しその後、NPO 法人化会作成のテキストを使い小学校のクラブ活動などに8回から10回足を運んで教えているほか県立博物館美術館で一般向けの教養講座も開いています。地域の祭りや学校行事で教える子たちがシマクトゥバを披露する機会も多いということです。はい、以上沖縄タイムスそして琉球新報の紙面から各ニュースをお届けいたしました。ただいまの時刻は8時23分を回りました。ではここでですねまたツイキャスからのコメントゆっくりお話しトークしていきたいと思います。はい、皆さんたくさんコメントありがとうございます。直樹先生からですかね。あ、すいません、ライチさんから内地に旅行に行きたいな。あ、そうですね、県外行きたいですよね。ちなみにどこか行きたい場所などおありなんでしょうか。今ねまだ、沖縄はちょっともう夏かなと思ったんですけど今日は私もニット着るくらい今朝は少し涼しい気候となっています。直樹先生理想のゴールデンウィークの過ごし方ひげ剃りをしないで自分の顔の変貌ぶりが楽しめること笑い。あーいいですね、もう完全オフモードの自分を楽しむっていうのもなかなかいいですよね。一日中家にこもってビデオ三昧とかね。はい、自転車の店タオさん理想のゴールデンウィークの過ごし方9連休取って波照間島に飛び何もせずに海を眺めて過ごす帰ってこれなくなりそうだなって本当ですね。もう現実に戻りたくなるんじゃないかと思います。はい、いやもう私もこの間ですねゴールデンウィーク始まるちょっと前に伊江島のゆり祭り見に行ってきたんですけどやっぱりね沖縄本島の海も綺麗なんですがまたこう離島のゆったりした空気感とか非日常感っていうのはすごくいいですよね。伊江島とかだと日帰りで行けるので観光客の方にもおすすめしたいところですよね。あとタオさん私エレクトラチェックしましたよ。すごいかっこよかった美しかったです。この間のねトークの回で自転車エレクトラっていうのを教えてもらって早速チェックしました。ありがとうございました。アイミルキーさんゴールデンウィークは出かけても近場にして5月12日13日の土日にシンガーソング、ライターの、川島マイさんのファンクラブツアーが群馬県であるのでそれに向けて体調を整えたい。おー川島愛さん懐かしい、アイビッシュでしたっけ。
明日への扉、私もカラオケで昔よく歌ってましたよ。懐かしい、いいですね、美声ですよね。楽しんできてください。アイミルキーさん、今ヒゲを生やした直樹先生の顔を想像中。タイゴさん、おはようございます。理想のゴールデンウィークの過ごし方ですか？そりゃもうどっかわからない島に行って、気がついたら元の島からどっかの国に、島流しですね。いや本当そうですよね。一回ちょっと現実はさておき、もう本当に非日常空間に浸って、思いっきり羽伸ばしたいですよね。かっちゃんさん、テーマ理想のゴールデンウィークの過ごし方、かっちゃんはね、やっぱり FM 那覇のパーソナリティとスタッフさんと海水浴場でバーベキューして過ごしたいな、最高ですね。そうですよ、バーベキューの季節ですよ。沖縄7、8月はすっごい暑くなるので、今が逆にねちょっと涼しくていい感じかもしれないです。自転車の店タオさん、ジュリア・ロバーツみたいにバリ島で過ごすのもいいですね。まあバリ島行きたい、本当にもうできるものなら、私まだ夢諦めてないんですけど、1ヶ月ぐらいねバリ島とかで滞在してみたいなと思います近い将来叶えたいなっていう夢なんですけど、はい、皆さんありがとうございます。なんか想像するだけでもね楽しいですよね。いや今日のフリートークのテーマは理想のゴールデンウィークの過ごし方ということで、そろそろですね後半の、失礼しました、前半のお時間の終了時間がね近づいてきましたので、また後半ですね皆さんと一緒に楽しくトークしていきたいなと思います。ぜひね、私今日最終出演となっていますので、最後まで皆さん後半の方も聞いていただけると非常に嬉しいです。アイミルキー様でコメントご紹介しますね。沖縄の人は海に行くと泳がないでバーベキューをやると秘密の県民ショーでやってました。正解です。海はね泳ぐものじゃなくてね、どっちかっていうと見て楽しむっていう感じですね。贅沢ですよね。でも今年は海にもたくさん入っていきたいと思います。おっと早口になりました。それでは皆さん後半にねまたゆっくりお会いしましょう。よろしくお願いします。チョコです。今すぐ使えるウチナーグチを教えるウチナーグチナウ、今日はこれを皆さんに教えましょう。ユンタク、ユンタク、ユンタクとは沖縄の方言でおしゃべりという意味です。女性はユンタクするの大好きですよね。こないだなんて、お母さん、じゃあスーパーまで買い物に行ってくるから今脱水してるシャツ干しといてねと、庭先で隣んちのおばちゃんとユンタクしていた母に頼んで、私は歩いて10分のところにあるスーパーまで出かけました。ただいまと帰ってくると、そうなんです、うちは3人もいるのにまだ1人も片付かないんですよ、はははと、まだユンタクしてるじゃないですか。おかげで脱水が終わって洗濯機に取り残されたシャツはしわくちゃ。それより何よりお母さん、隣のおばちゃんに何話してたの？これがステーキだ！食の王様、ステーキハウスエルシャダイ薪支店グランドオープン。ステーキ 200g がなんと1,000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市牧師 2-4-11 ステーキハウスエルシャダイ牧師店。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。
4月30日月曜日、ただいまの時刻は8時31分を回りました。カルチャンプルーな沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。今日月曜日のお相手は私吉永雅代です。改めまして皆様おはようございます。後半もどうぞお付き合いください。そして無事ツイキャス更新できました、嬉しい。はい、そしてですね、後半またツイキャスコメント、アイミルキーさん更新できましたね、ありがとうございます。ライチさん、ファー眠い、頑張ってください。はい、眠いですよね朝は。はい、皆さん、今月4月限定ですが、まあ、モーニング那覇月曜日朝のキャスターを務めてまいりましたが、今日が最後の、ね、出演となります。なんか私も寂しいですが、残りの時間後半もですね、楽しく元気よく張り切ってやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。そしてですね、今日のフリートークのテーマは理想のゴールデンウィークの過ごし方です。はい、皆様のね、あの理想のゴールデンウィークの過ごし方、やりたいことなどについてね、楽しくお話ししていきたいと思っています。ではここでですね、一旦先にちょっとご案内がございます。マースヤ国際通り店オープン、沖縄県国際那覇市国際通り沿いにマースヤ国際通り店が新たにオープンしました。世界最大級の売り場面積を誇り、ソルトタワーやトッピングタワーがお客様をお出迎えいたします。店内奥にはレストスペースを併設、塩パンの販売もあり、ゆっくりとおくつろぎいただけます。そしてですね、こちら の, あのオープン記念にあたって、なんとあの FM 那覇にお立ち寄りいただけるお客様先着50名様に雪塩ソフト無料券プレゼントいたします。ゴールデンウィーク始まったばかりで、まあ、この国際通りね、観光スポットなのでまたたくさんいろんな方訪れるかと思います。ぜひ FM 那覇の方にも遊びにいらしてください。はい、ではですね、改めて、まあ、最後にはなるんですが、少しだけ自己紹介させてください。私は現在浦添市の PR 活動を担う浦添観光大使テタコレディサンフラワーとして活動をしています。また FM 那覇では毎月第2第4水曜日の14時から生放送中のマサヨのゆるるんうちなーナビという番組で MC を担当しています。その他 YouTube チャンネルや Facebook、Instagram などでマイペースにいろんな活動のご報告をしていますので、ぜひ応援よろしくお願いします。今日はリスナーの皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしていきたいと思っています。はい、はい、そして皆様の今日のフリートークのテーマ、理想のゴールデンウィークの過ごし方、コメントお待ちしていますので教えてください。この番組ではリスナーの皆様からのリクエストメッセージを募集しています。メールアドレスは780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp です。または FM 那覇のウェブサイトトップページにあるメールフォームからお送りください。この放送はツイキャスとユーストリームでも動画の配信をしています。その他 FM 那覇のウェブサイトにアクセスしていただきますと、トップページからもお楽しみいただけるようになっていますので、ぜひそちらもお楽しみに。はい、ではここでですね、1曲ご紹介していきたいと思います。それではお聴きください。1曲目はマイケル・ジャクソンでビート・イット。 78.0 アネッタイ・ラディオ FM ナパー。時刻は8時38分を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。これからの時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けしてまいります。まずは今日の沖縄本島中南部のお天気。今日のお天気は1日を通して曇り、
最高気温は27度、最低気温は21度となっています。降水確率は6時から12時にかけて 10%、 12時から18時にかけて 20%、 18時から24時にかけて 30% となっています。風は南東の風がやや強く、波の高さは1メートル、波浪乾燥の警報は特に発表は出ておりません。続きまして8時現在の道路交通状況です。まずは沖縄高速道路から。はい、今のところですね、特に渋滞は見られないようで、比較的スムーズに、滞りなくスムーズに流れているようです。そして、続きまして那覇市内の道路交通状況でございます。こちらは、はい、まず余木交差点方面からですね、坪谷や海南にかけてが今一部渋滞があるようです。その他はですね、比較的スムーズに流れているようです。どうか運転されている皆さんは安全運転でお気をつけてご移動をされてください。以上ですね、今日のお天気と8時30分現在の道路交通状況をお届けいたしました。はい、ではここでですね、またツイキャスからコメントたくさんありがとうございます。自転車の店タオさん、海は泳ぐものではなく見るものでも、はい、うちのアンチあるある、あ、実際入ってるんですけどね、普段はね、もうみんなこの綺麗な海をぼーって眺めたりとか、もう本当にありがたいことですけどね、次男町はそんな感じです。入るのは時々っていう感じかな。まあ、でも石垣島の、これすみません、ヨネバルキャンプ場にいた頃は毎日潜るのが楽しみだったな。サンゴ礁のトンネルを抜けるのはスリルがあった。ああ、いいですね。もう夏はね、私も今年は絶対潜ろうと思ってます。でかっちゃんさん、テーマ理想のゴールデンウィークの過ごし方。かっちゃんはね、沖縄でテントで可愛い女の子たちと過ごしたいということで、テントいいですよね。まあ、これから今なんかキャンピングカーとかもね、いろいろ出てるみたいなので、私もアウトドア最近ハマっているので、早速チェックして、あんまり暑くならないうちに行きたいなと思っています。アイミルキーさんから、ゴールデンウィークに沖縄に旅行に行ったことがあります。ホテルの水道には節水にご協力くださいと張り紙してあったのに、滞在していた4日間ずっと雨で、楽しみにしていた沖縄の青い海が灰色でした。水色の回復に、なったのでよかったです、ということですね。ありがとうございます。そしてまたですね、次のコーナー進んで後ほどゆっくりとトークしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。時刻は8時42分を回りました。これからの時間は沖縄タイムス、琉球新報紙の各紙面から今日のニュースをお伝えいたします。ではまずは琉球新報の市町村面から。景観見直し、住民反対。石垣市がまとめた風景計画と景観地区、カビラ地区、観音堂地区の変更原案への公聴会が20日市役所で行われました。市内在住の公述人12名が意見を述べ、変更案を支持する公述人が過半数を占める一方で、高さ制限の緩和方針が示されているカビラ観音堂地区の住民は景観地区の見直し反対を訴えました。公聴会では島内全域を対象とした風景計画見直しと、カビラ観音堂両景観地と景観地区見直しの合計3テーマについて、それぞれ意見を述べる場が設定されました。
工術人12名のうち風景計画には6名が、カビラ観音堂の風景館地区にはそれぞれ10名が意見を述べ、カビラ地区観音堂地区での工術にはそれぞれ地域住民2名が登壇しました。各テーマにおいて過半数の工術人は市が見直しの理由とする国際観光都市化の確立や防災の観点のほか、地域活性化への期待から変更原案を支持しました。一方で両景観地区住民は住民意見が反映されていない防災に名を借りたリゾート開発のためと考えざるを得ないとして、変更案の決定過程が不透明と訴えました。カビラ公民館の糸数静雄前会長は、カビラ地域の地形を説明した上で防災上の必要性についても疑問符をつけました。市は工術人の意見をまとめ、石垣市都市計画審議会に報告する予定です。次に、社会面から保護者ら連携拡大。米軍普天間飛行場所属ヘリの部品落下事故があった宜野湾市の緑ヶ丘保育園の父母会は29日までに新たにチーム緑ヶ丘1207を立ち上げました。これまで在園児の保護者を中心に保育園上空の米軍機飛行禁止を求めたり、園の危険な状況の周知活動に取り組んできたりしたが、今後は卒園生やその保護者などゆかりのある人々も一丸となって活動に携わります。同日、那覇市の県立博物館美術館で開かれた講演会、なんでお空から落ちてくるの？子どもの空を守りたいで発表しました。チーム緑ヶ丘のメンバーは同様に、米軍機の窓落下事故があった普天間第二小学校の父母や教師らとも連携し活動するため、子どものお空を守る会も発足させました。隊長に就任した宮城さんは挨拶で、事故をきっかけに初めて米軍基地の存在を疑問視するようになったことを打ち明けました。各会の問い合わせは090-4470-8258与那城さん宛てとなっています。続いて、沖縄タイムス社会面から、ゴールデンウィークはしか対策に躍起。はしかの感染拡大に警戒する中のゴールデンウィーク、うるま市では29日天岩川で5月2日に開催予定だった鯉のぼり掲揚式と、5日の第12回天岩川清流祭りの中止が決まりました。県内の行楽地や関係機関は従業員の予防接種徹底や多言語での注意喚起など対策に躍起です。沖縄美ら海水族館や首里城公園を管理運営する沖縄美ら島財団は、職員のはしか予防接種の費用を全額補助、ゴールデンウィーク直前の26日に職員の希望者289名が職場で集団接種をしました。担当者はこの日接種できなかった職員には提携病院での接種費用を全額補助するといい、職員の予防接種対応の徹底を目指しています。同財団が管理運営する全施設では、観光客へはしか発生の情報を多言語で表示し注意喚起を促しています。次に、地域面から、内縄口の先生奮闘。那覇市で約150人の会員で作る NPO 法人沖縄語普及協議会がボランティアで、協議会はボランティアで学校現場へ出向き、シマクテバを教えています。2017年度は約20人が講師を引き受け、那覇市を中心に西原町や八重瀬町、豊見城市の計19の保育園、幼稚園、小学校で指導。東間式会長代行が、内縄口は沖縄文化の基礎、裾野を広げるには会員も実力を磨き、さまざまな文化を学ぶ向上心が大事だと話しています。同協議会は2000年に発足し、その後 NPO 法人化、会作成のテキストを使い、小学校のクラブ活動などに8回から10回足を運んで教えているほか、県立博物館美術館で一般向けの教養講座も開いています。地域の祭りや学校行事で教える子どもたちがシマクトゥバを披露する機会も多いとのことです。以上、沖縄タイムス、そして琉球新報の各紙面からニュースをお伝えいたしました。
ではここでですね、次の曲をちょっと一旦挟んでトークに入っていきたいと思います。それではお聴きください。次の曲は星野源で恋です。どうぞ。ただいまの時刻は8時52分となりました。これからはですねフリートークの時間となっております。安心してゆっくり皆さんと楽しくお話ししていきたいと思います。先ほどですねトークの途中だったんですけれども、ツイキャス、アイミルキーさんのツイ、あ、かっちゃんさんのところからですかね、リクエスト小沢健二カローラ2に乗ってマセオちゃんよろしくということで、かっちゃんさんリクエストありがとうございます。かっちゃんさん申し訳ございません、私ちょっと不慣れでまだちょっと時間の関係上すぐにご用意するのが難しいので、マサヨのゆるるんうちなーナビの時に必ず1曲目でご紹介させていただきます。その時にぜひお聞きいただければと思います。はい、アイミルキーさん、明日への扉をカラオケで歌ってくださってありがとうございます。この曲は卒業ソングで有名な旅立ちの日が原曲7はご存知ですか。旅立ちの日にもいつかカラオケで歌ってくださいね。いやー知らなかったです、ありがとうございます。ちょっと名曲ですよね。すごい歌詞もいい曲なんですけど、そうなんですね。ちょっともう久しぶりにじゃあ今日両方チェックしてみます。はい、シーザーさん、そうです、モーニングナハの番組、あ、シーザーさん初見です、よろしければ MC を教えてくださいということでありがとうございます。吉永マセオと申します、よろしくお願いします。モーニングナハのですねキャスター担当は実は今日までとなってるんですが、お会いできて嬉しいです。次回は、5月入ってからですね、第2第4水曜日の14時のマサヨのゆるるんうちなナビという番組を担当しているんですが、実は来週5月2日の水曜日、第1水曜日の14時もね、沖縄ブレイブスという番組で、まあ、私も出演することになりましたので、よかったら水曜日14時皆さん開けててください、チェックしてください。そしてですね、自転車の店タオさんから、扉の海を汚さないでほしいなって、本当ですよね。まあ、いろいろご意見あるかと思うんですが、私も元々のやっぱ自然って一旦崩してしまうとなかなか元には戻せないので、もう特に沖縄の海ってすっごいもう貴重な、もう素晴らしい美しさなので、もう絶対に守りたいなっていう気持ちでいます。はい、アシーザーさんよろしくお願いします、ありがとうございます。そうですね、皆さん楽しくユンタカンタクしてきたんですけど、残すところあと1分程度となりました。あっという間ですね。アイミルキーさん、今年もあと8ヶ月しかないですね。早いです、本当に早いですね。もうやることがいっぱいあるんですけど、皆さんもねぜひゴールデンウィークも、そしてまた、夏もね、楽しい夏に向けて過ごしていってほしいなと思います。いやちょっと話足りなくって本当に残念なんですけど、またね私の番組の方にもお気軽に遊びに来ていただけたらすごく嬉しいです。皆さんぜひゴールデンウィーク楽しくお過ごしください。そしてそろそろモーニングナハ終了のお時間となります。本日も長時間お付き合いくださりまして本当にありがとうございました。そしてですね、明日のこの時間帯は綿貫かなちゃんがお送りしますので、ぜひお楽しみにしていてください。そしてですね、来月もまた FM ナハで皆さんとねお会いできるのを私も心から楽しみにしていますので、これからも応援よろしくお願いします。それでは皆さん今日もね楽しく素敵な一日を過ごしてください。またね。はい、皆様お疲れ様です。ツイキャスご覧の皆様ありがとうございました。1ヶ月間本当にお付き合いくださってありがとうございました。シーザーさん1ヶ月ありがとうございます。どこから私読んでないかな。自転車の皆ちょっと待ってくださいね。
アイミルキーさんのところからですね、モーニングナハは5回ぐらい担当されましたか。楽しかったです。本当ですか、よかった。私も楽しかったです。ありがとうございます。もう不慣れでいろいろ皆さんハラハラさせて申し訳なかったです。自転車の店さん1ヶ月本当に私のおかずありがとうございました。シーザーさんもありがとうございます。カズキさん、ありがとうございます。沖縄市の中野町のカズキさん、クラッカーもう Thank you very much。 恋するかっちゃんさん、マサオツお疲れ様です。かっちゃんさんごめんなさいね、曲が間に合わなくて。シーザーさん、いい番組だね。本当ですか、もうめちゃくちゃ嬉しいです。今日、アイミルキーさんリクエスト曲を流したり、後半の更新ができなかったり、短い期間でもいろいろありました。本当に本当にそうなんですよ。さやろって書いてくれてます。もうそうなんですよ。前回か前々回かですかね、今だから言えるんですけど、公共ラジオまだオンになったまま、公共電波ラジオ放送がオンになったまま皆さんとオフトークしてるっていう回が実はあって、もうめちゃくちゃ凹みました。もう本当に、はい、もうでもおかげさまでですね、赤ちゃんさん、マセオちゃんバイバイ言わせないぜ、水曜日に会えるからお待ちしてます。何でしたっけ、そうそうそう、もうね、おかげさまで皆様の温かいフォローのおかげでね、ここまで無事頑張ることができました。水曜日の午後2時、はい、そうです。本来は第2第4水曜日の14時から私の担当なんですけど、まあ、第1第3水曜日の2時も姉妹番組のような感じなので、結構私出演率が高いんですよ。ぜひその沖縄ブレイブスっていう番組もすごく楽しい番組なので見てもらえたら嬉しいです。皆さん、そろそろですね、ちょっといきなりまたツイキャスが切れてしまうかもしれないんですけど、その時はすみません。言葉に、アイミルキーさん、言葉に詰まると手が動く癖を見つけました。鋭いですね、やっちゃってるかも。結構身振り手振りが普段から多いタイプです。私は落ち着きがないというね、もうちょっと落ち着いていろいろやっていきたいんですけど、はい、そんな感じで本当に楽しく最後はトークすることができました。まあ、そろそろねお時間参りました。皆さん終わります。そろそろ切れるぜっていうことで、本当にまた水曜日会いましょう。またね、ありがとうございます。